ハンニバルは、アメリカ合衆国ミズイリ州の北東部、マリオン郡とラルズ郡にまたがる都市である。週刊高速道路72号線、アメリカ国道24号線、道36号線、道61号線が交わる位置にあり、セントルイス市の北西100マイル、カンザスシティ市の東200マイル、シカゴの南西300マイルに位置している。2010年国勢調査で、 の人口は17,606人だった。マリオン軍とラルズ軍で構成されるハンニバル、小都市圏の中心都市である。ハンニバル市街地、ハンニバルの街は、マーク・トウェイン少年時代の家があり、トム・ソーヤーの冒険及び、ハックルベリー・フィンの冒険の舞台となり、マーク・トウェイン自身やその小説に関わる多くの歴史的な場所があることでよく知られている。国内国外から、 多くの観光客を引きつけている。マークトウェイン少年時代の家と博物館、市民の多くが観光客を歓待し、町は観光業から大きな恩恵を受けている。ハンニバルの町となった場所は、まずインディアンが占有し、その後開拓者が入ってきた。1819年、モーゼス・ベーツが町として区画割りを行った。もともとスペインの土地払い下げが行われた場所にあり、 土地をめぐる多くの訴訟が起きた。1830年の人口は30人に過ぎず、ゆるりと成長していたが、ミシシッピ川や鉄道を使った交通の便が良かったことで1850年には2020人に成長していた。1843年にはサウスハンニバルの町を併合した。1845年には市として認められた。19世紀の後半から現在まで、 家畜や穀物さらには地元で生産されるセメントや靴といった製品の地域市場中心として賑わってきた。エンパイアステートビルディングやパナマ運河に使われたセメントはハンニバルの近くにある未編入企業城下町イラスコにあるアトラスポルトランドセメントカンパニーが製造した。1846年、ジョン・エム・クレメンスの事務所でハンニバルセント・ジョセフ鉄道が 組織化された時点で、ハンニバルは、ミズーリ州内第三の都市だった。この鉄道は、当時州内第二の都市であるセントジョセフとをつなぎ、大陸横断鉄道が開通するまで西部に伸びた鉄道であり、ポニーエクスプレスに郵便を届けるためにも使われた。ブロードウェイのミュージカル、くたばれ、ヤンキースでハンニバルは、主人公の出身地とされている。 テレビでは長期にわたって放映されたマッシュでシャーマンティポッター大佐の出身地だった。また歌手かつ俳優のクリフ・エドワーズと安心かぶるモリー・ブラウンの出生地でもある。その他のハンニバルー生まれとして発明家ビルリア NBA バスケットボールのコーチコットン・フィッツ・シモンズがいた。1933年にマーク・トウェイン記念灯台が建設されフランクリン・ルーズベルト ジョン・カイ・ケネリ、ビル・クリントン各大統領によってサンド化が灯された。市内の昭級にロック・クリフ邸宅が建っており、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。2011年、マーク・トウェイン少年時代の家と博物館は、マーク・トウェインの生涯をこうもと、歌、マーク・トウェイン、言葉と音楽で語る、星が散りばめられた CD を発売した。このために、 いくつかの歌も作られた。例えば、ブラッド・ペイズリーによる、ハック・フィン・ブルース、ロンダ・ヴィンセントが歌う、ラン・ミシシッピがあった。その他のアーティストとしては、ハックルベリー・フィン役のジミー・バフェット、トウェイン役のクリント・イーストウッド、ナレーターのガリソン・キーラーがいた。ハンニバル氏は、北緯39度42分15秒、成形91度22分39秒。 北緯39.704065度整形91.377378度39.704065-91.377378に位置している。ミシシッピ側に接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.21平方マイルであり、このうち陸地15.74平方マイル。 水域は0.47平方マイルで、水域率は7.53%である。ミシシッピ川ハンニバルはその低い税金、地元の資源、主要幹線道や都市に近いことで、事業を発展させうる場所として浮上してきている。アメリカ合衆国の東海岸と西海岸の中央にあり、不動産価格が安定しているので、芸術家の街としても注目されている。ジェネラルミルズの工場は、 当初アンダーアウッドカンパニーが設立した。これはその創業者がマーク・トウェインを好み、その故郷に何かしたいという願望があったからだった。その時から町によって提供される多くの恩恵を企業が享受してきた。ハンニバル地域病院やその関連の医療施設は市の歳入の大きな資源になっている。 主要な製造業としては、ジェネラルミルズや、ワットローインダストリーズがある。スイスコロニーが市内で、データセンターを維持している。ハンニバルは、認定地方政府であるので、住民や企業所有者は、連邦政府や州政府の減税、助成金など、財政的な利点を利用できる。週刊高速道路72号線は2000年に、マークトウェイン記念橋によってハンニバルまで延伸された。 この道路はアメリカ国道61号線との交差点まで延伸されている。将来は国道36号線に沿って西のキャメロンまで伸ばされ、カンザス式とイリノイ州スプリングフィールドを結ぶ東西のようにすることになる。国道61号線はアベニュー・オブ・セインツ回廊の一部として南のセントルイスと北のミネソタ州セントポールを結んでいる。ハンニバル地域空港は ハンニバルで育ち、リアジェットを発明したウィリアム・ピー・リアにちなみ、2003年に、ウィリアム・ピー・リア空港と名付けられた。市の南部の西4マイルに位置し、滑走路は4400フィート X100 フィートである。貨物鉄道の線はハンニバルから、あらゆる方向に出ている。バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道が、北のクアット・シティーズと南のセントルイスに伸びている。ノーフォーク・サザン鉄道は、 西のカンザスシティから東のスプリングフィールドに伸びている。旅客鉄道の駅はなく、町より17マイル北方のミシシッピ川対岸に位置するアムトラックのイリノイ州クイーンシー駅が最寄りとなる。クイーンシー駅はイリノイサービス号の終着駅であり、ゲールズバーグを経てシカゴに至る列車が運転されている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラバー・アッツ・リープからハンニバル市とミシシッピ川の長めハンニバル高校は1896年に設立された。現在の校舎は1932年に建てられたものである。2004年時点で9年生から12年生まで生徒数は1232人である。運動競技部の名前はパイレーツであり、 トム・ソーヤとその友達が海賊のことを空想することにちなんでいる。ミズーリ州高校スポーツ協会ノースセントラル、ミズーリーカンファランスで試合を行っている。歴史保存法の授業もあり、市の特徴である歴史資産を保存し維持する方法を学んでいる。ハンニバル中学校は高校に隣接してある。小学校はマーク・トウェイン小学校など5校ある。 ハンニバル・ラグランジェ大学は4年生キリスト教系、教養大学であり、高等教育委員会に認定され、カレッジ及び学校北中部協会のメンバーである。1858年にラグランジェで設立され、1928年にキャンパスを下流のハンニバルに移した。モバリー地域コミュニティカレッジは、1999年に設立された2年生、コミュニティカレッジである。 マック・ハンニバルのキャンパスは JC ドライブの以前は AT&T が使っていたビルにある。ただし、ハンニバル地域病院に隣接する完全なキャンパスを置く計画がある。ハンニバル氏は自治検証形態の市政府を採用している。公共サービスには、警察、消防、公園とレクリエーション、公共事業、通り、検査、観光、図書館と空港が含まれている。 被裁判所があり、また、マリオン軍裁判所は、ハンニバル市内と近くのパルミラの2カ所にある。市内では、火曜日から土曜日まで発行される、ハンニバルクーリーポストが日刊誌である。区下はハンニバルに免許を受け、イリノイ州クインシーにある、テレビ局である。ラジオ局は、AM1 局、FM3 局がある。 マークトウェイン記念灯台マークトウェイン少年時代の家公開中。ありがとうございます。